ヤクプコーラス1956年8月13日は、ベラルーシの作家、白ロ,ロシア共和国人民主人、ベラルーシ科学アカデミー会員の地副会長。本名は、カンスタンチン・ミハイラビチ・ミツケビチ。彼は、作品の中で平凡な、ベラルーシ人、オザク・ミノリに対して同情的なことで有名だった。これは、彼のペンネーム、コーラスがベラルーシ語で、 国類の方を意味する言葉であることからも伺える。彼は、詩集、Songs of Captivity, Songs of Grief, A. New l a n ンザ i m o n シャン Musician などの物語や戯曲を書いた。彼の詩、The Fisherman, S. h u t は、ベラルーシのソビエト連邦統合後の闘争についての歌である。彼の三部作、ATA Cross r o s は、革命以前のベラルーシ個作の階級と、 民主主義的知識階級の生活について歌っている。彼は1946年と1949年にスターリン国家賞を授与された。ミンスクのヤクプコーラスモニュメント。ありがとうございます。